確か過激派崩れでリストに載ってたはずだ。本当か？でも名前が思い出せない。よし、デカチンとズラは過激派リストを洗え。はい。チビとデブは原子力代行の警備員に事情を聞いてくれ。はい。ドンコ、これ鑑識だ。はい。その必要はない。公安調査室の八田です。面堂主任ですね。そうだ、あいつか。史上最年少で公安の幹部になってエリートだよ。お前状況説明的だっつうの。これはもはや高度に政治的な問題になっています。以後の捜査は公安調査室が受け持ちますので、全ての証拠物件を我々に引き渡してください。しかしそれではわざわざ犯人がこのメッセージを警察に送ってきた意味がわからなくなりますね。それも含めて調査は公安が担当します。室長の命令ですので。まああなたたちは歌舞伎町でぼったくりでも相手にしていてください。それはどういう意味だよ。